直江坂本。56年ぶりの世界選手権3連覇を果たしました坂本花織選手。今回はスターズオンアイスで初披露のナンバーです。ポイズン。力強くもよりシックな、そんなこう滑りになっているように感じますね、はい、伸びやかにダブルアクセル。高さ流れともに素晴らしいですね、はい。女王の座を揺るぎないものにして新しいこういう表情が出てきたような、そんな気がします。やはり坂本選手にとってもこの3連覇は大きなものだったと思いますし、大きな自信になったと思います。そしてだからこそ次のオリンピックに向けて、はい、また新しい自分をこう出していく、打ち出していくというところにも着手していくのかなというふうに思いますね。そういった意味での一つのプログラムがこのエキシビションナンバーとも言えるかもしれません。ばかりの髪をなびかせてスピードに乗っていきますね。世界女王坂本花織選手の新境地ともいえるこの表情、ご覧いただきました。坂本ジャンプ要素は極力最低で抑えて、その他のアーティスティックな部分を前面に出した、そんなナンバーになっていましたね。はい、はい、素敵でした。このエキシビは高校が初披露で、新たなちょっとダンス要素が多いプログラムも、まあ、見てもらえてよかったかなと思います。横浜公演でも新しいエキシビションが見られるかもしれないので、ぜひ楽しみにしていてください。